牛込古墳に、牛込牛節牛節か、はい、牛節古墳ですね。すごいっすね。水戸市の内原町ですね。すごいっすね。広いね、こんなか。でかいっすね、古墳。あっちにもありますよ、あれ。興奮。これさ、もしこれ階段ってこれ後から作ったんですかね。これもしお墓だったとしたらさ、上から見たらちゃんとした古墳の形してんですよね。そうでしょ、あのね、そうそう、そんな感じですよね、形的に。すごい、すごいですね。その形になってますよ、なってますよ、チンコの形に。なってますよ、これほら、なってます、なってます。元からあったもんなのかな。階段ですか。いやいや、階段とかこの形は、この形はそうでしょ。あそこにお墓あるんですか、あれ。そうですね。すごくないですか、あそこに墓作っちゃった人も。うわ、気持ちいい。すっごい気持ちいいですね。いや、これ気持ちいいですね。そこにもお墓あります。大した人ですね、お墓そこに作っちゃうってのは。結構根性ありますよ、そこに墓作っちゃう人は。もともとここの古墳の子孫だったりしてね。これ後から作ったんじゃない。どうやってもこれ。これいかにもプラスチック。いかにもですね、これ。なんでこんなのやっちゃったんだろう。それらしく見せるためかな。それらしく見せるためにやったのは分かんないけど。最初なんかこれ植えたんすかね、なんか。植えたんでしょうね。お花でも。行政は無駄なことばっかりやりましたね。なんか、綺麗ですね。すっごい朝日、朝日って素晴らしいですね。はい。